あ、どうぞ。およそ200メートル先、右方向です。およそ300メートル先、右方向です。まもなく右方向です。その先200メートルで目的地周辺です。
右方向です。
ちょっと韓国に対応して。はい、いらっしゃい、いらっしゃい。こちらお風呂でね、まだごめんなさい、まだ奥に蔵ですのでね。ああ、そうですか。すぐ行ってくださいね。これもね、みんな裏切らねえだから細長い。おお。ここの奥には蔵がありますのでね。ああ、そうですか。はい。Thank you.
捨てれるやん。もうパックしてたらしい。お菓子も全部捨てたのか。ラムが捨てたのか。
か。暑いな。あ、今日は暑い ね。雨降ってはない、まあいいわな。そうですね、あの、もう雨は一番 ね、 ね、 雨がね、歩くのがね、はい、歩いてくるわ。ずっと写真写してるんです。とりあの杉ですな。この辺に住んでます。ここに住んでます。うん、ここに住んでる。あ、ここに住んでる、うん、よろしいね。もうなんかこう江戸時代ね入ったような。古いよな。古いね。僕ちょうど駅前だけどな。あ、駅前に住んでるんですか、うん、あ 駅前って言っても国道を挟んでちょっと高台に。ああ、こっち側になるんですか。あ、向こうか。こっちが国道。国道やね、はい、駅からちょっと行ったと。ああ、ちょっと高い中だけ、ちょっと高さとしたらどうや5メーターぐらいかな。ああ、そうですか。うーん、これから上からだね。上から見る方だね。ああ、うん、規模がいいよ。あ、はははは。要するに吸ってるのはここより左か。そうそう、ここのところ左降りて、左行ったところに降りていって、あの天理教があるところ左回ったところ、そこ自分のところの家で。ああ、へえ、もう生まれてからずっとこちら。違う違う、僕は静岡だ。あ、生まれは静岡から、うん、なんでまた。なんでって縁があったやな。へえ、奥さんがこっち。うん、そう。ああ、家内のとこすぐそこだ。ああ、それの縁で。遠い親戚やっぱ。ああ、そういうことですかね、うん。なかなかこう古いものに興味のある人にはいいとこやね、ここ。ああ、そうだね。これがなんだよ、こんな古臭いって言う人は。ああ。何を言ってるの。それぞれな。好みがあるやつ。そうや。こうやって、まあ。のんびりとこうして行く時間もあるといいよな。作らなきゃいけないわな。ないわな。湧いてはこんな。苦面して何とかそこを当てはめるようにしてくれたな、うん、こうやってね残してくれてたらよろしいね。これだからここらあれ、ね、うちちょっと触れたけどなかなか触れない。あ、そうやね。なんとか建造物分言うてね、うん、やってるから。だんだん古くなってくれな。ねえ、これだけどこれだけ古くなっとってもちゃんと立ってるかで、値打ちやな。見る人によったら、うん、なんだっちゅって言う帰ってく人と、あ、いいとこやなって言って帰ってく人と、極端だね。あ、いや、僕なんかええわ。写真とか何かする人にはいいとこやね、うん、それのやらん人はなんだっちゅうとこや。人それぞれ趣味があるな。そうそう、ここなんかでも未だに桶屋さんをしてるな。はい、はい、オケジオさんとか、オケであそこで仕事して、今日は人なんか。ああ、そうですか。オケ、うん、オケってね、少ないはさ、昔は風呂でも何でもオケだったけど、水汲みでもな、今バケツとかプラスチックできたから。はいはいはい。やったらでもまだ伝統でしょ。ああ、まあ長く使えるんでしょうけどね。使えるわ、ね、だけど重たいわな。重たいわな、うん、年いったらあかんな、ちょっとね。そうそう、同じ10リットル水入れても全然出方が変わるでな。、うん、そういう難点もあるでな。はいはいはい。それがいいっていう人がある。あの、ご飯入れたりね、何やかんやするの、ね、あんなにね、今じゃ大抵そのままであるやんな。保温できとる、保温しよるからな。ここがな、ここに関の山っていうと祭りの出汁が入っとる。これがな、4級とかあるやん。ああ、さっきのところにもありましたね。ここにもある。こういうのも古いし、これこの屋根、ちょっと見て。屋根、屋根ちょっと違うやろ。あ、何か、あ、中がこうなんか、あ、さ、周りに盛り上がっとるね、うん、なんでやろ。もくり屋根っていう。え、もくり屋根、もくりしてるやろ。おお、それで、これがいくら大雨が降っても雨水はその側溝のところ落ちる。あ、そう。先人の知恵や。まっすぐだったらここらまで来るわさ。ああ、そう。大雨の時は。ああ。それをこう R を取れてあると水に
屋根に沿って雨水が落ちてる。ああそう。なあ考えてたんな。ここ一軒だけ。あ、向こうも若干 丸みがあるね。丸みがある。ここは極端に。ここは極端か。先人の知恵にこんな思いつかんわ。用意してますね。もう何年ぐらいからこちらに住んでます。ああ。もう知ってるもんと思ってるんですか。ああそうか。ここの土地の人だと。はいはいはい。珍しいわね。ムクリヤン。ああ。そういえばなんてこうしぶきとかなんてよけるやつだ。ひさしの下の縦の、ひさしの下のこう縦に木がで。なんていうの、仕切りが、はい、というの下のね、うん、あれなんかここなんか珍しいね。あんなん他のところでは見かけんね、これね、うん、そうそれもあるし、他の地域でも見かけん。古いでな、ここだけ。はあ、そうだからなかなか文化財になっちゃってるんで触れへんね。ああそう、自分がこういうようにしたいって言っても、うんうんうん、許可取ってせんことにはね。はいはいはい、小方向は左方向です。より実効的なものとすることを認識したとしています。また中国が沖縄県の尖閣諸島周辺で領海侵入を繰り返していることを念頭に、日本の姿勢を損なおうとする右方向です反対することを再確認したとしています。一方、政府と沖縄県の対立が続くアメリカ軍普天間基地の移設計画について、普天間基地の継続的な使用を回避するための唯一の解決策であることを再確認し、返還を達成する強い決意を強調したとしています。